I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around. ちゃんこっぺ山頂です。向こうが恵庭岳、向こうがですね、昨日登った福祉岳と樽前山。今日は天気いいです。昨日ね、この景色も見納めです。さあ下ってきます。いやー、たくさん見たね、今日この景色。いやー、すごい。これ映像に映ってんのかな、この綺麗さ。あ、もう見えなくなってきた。こんなに登ったのに上の方でしか見れないっていう、悲しいけど下ります。悲しいけどって変だね。はい、景色がだんだん見えなくなってきました。またね、天気いい時に樽前山登ってみたいと思います。もう一回復帰して春のね、景色を眺めてみたいと思います。はい、それではジャンコッペやってきます。ここも駐車場がいっぱいで、登山用の駐車場はないんですよね。パーキングみたいなとこ止めるんで、もうびっちり、かなりね、離れたとこから来ました。それだけでも、往復、どんぐらいだ。往復30分から40分ぐらい、余分に歩いてます。樽前周辺、支笏湖、人気なんだね。いつも行ってる山は貸し切り状態なんですけど、なんかね、モチベーションが違う感じで持ってないと、こっちの山はね、登れないんだね。睡眠取ってからね、朝来ようなんて言ったら、もう間に合わないから、もう、3時から並んでも満タンだっていう時もあるらしいんで、せっかくなので、20分ぐらいで行けそうなので、滅びら山、笹で滑る、また撮影します。
やばい。急登で、ささずっと漕いでる。やばい。ついでじゃないね。もうここまで来たら行くしかない。往復40分らしいです。また狭くなる。やばいや。坂がやばい。分岐から半分ぐらいしたんだけど。これもうやべえな。帰りわかるかな？帰り来る。帰り来るならないのかな？もう行くしかないな。またここ戻らんな、あんだね。山頂目指せ、山頂目指せ。どこまで来た？えぐ。だいぶ進んだな。顔の高さまで笹があったね。すごい。目の前に、へにわ岳ある。すっげえ。すっげえ。すっご。あ、そして、鹿。すご。これ今日来てよかったね。これ山頂？ここ山頂か。あ、ここ山頂だ。わかんなかった。お、来ました。うわ、すごいね、下、あそこ、水色。すごいな。浅瀬の方が青いんだね。深いと黒っぽくなって、ね、紺色になってくるんだね。いや、下に行って、早く冷たいもの飲みたいです。こっちが、イチャンコッペ。こっちが、イチャンコッペ。こっちが、帰る方向ですね。はい。はい。ここを、下ったら、登山口です。登山届けのボックスがあるので、あそこでゴールです。あ、ゴールじゃないか。駐車場まで、1キロまでないけど、ちょっとあります。はい。とりあえず、下山届け出して、ひとまずゴールです。はい。駐車場だいぶ着いたね。朝もうここはみ出すぐらい止まったんで全然無理でした。駐車場に着きました。1キロ以上歩いたかな。はい、ということでここでゴールです。お疲れさん。